こんにちは、ミミです。モカです。明けおめってことで、今回もボーンワークスやっていきます。今回は闘技場っぽいところに来ました。鐘を鳴らせば開始です。銃がないけど大丈夫？いけるいける。鳴らしすぎでしょ。あいつちょうどいいところにいるねー。よし当たった。ぐさっといったね。拍手されてるぞ。上にいる奴らも引きずり下ろせないかな？ホログラムっぽいし無理じゃない？それは残念。剣って刺して使うものなのかな？振っても全然切れないんだけど。そうなんじゃない？よく知らないけど。やっぱり銃の方が好き。そりゃ技術レベルが違う。って片手使わないの？じゃあ使ってみる。はぁ？防げなかったんだけど。ポンコツだな。しかも死にそう。欠陥だろこれ。やばい、もう一匹いる。危なかったー。当たんないかな？外れたね。もっと近づけば？そうする。下手くそだな。見た目以上に難しいもん。相手もずっとこっち見てるぞ。やばい、恥ずかしくなってきた。もはや自分に落ちてきてるよ。もう次行きます。お城っぽいところに来ました。上にさっきのやついる。登ってみます。いた？ちょこっとだけ見えたよ。さっき恥ずかしいとこ見られたのでぶっ飛ばします。よじ登るの？もちろん。どこ掴んでるの？よくわかんない。でも掴める判定があるから登っちゃいます。よくわからんな。ボルダリング世界一目指せそうです。突起なくても登ってくじゃん。勝ち確定です。あ。猫の割には落ちるんだね。こんなところ登るの猫じゃなくて猿だから、私が落ちちゃってもしょうがないよ。言い訳落ち。やっと登ってこれました。この石動かせそうだね。それがどうかした？こいつやってんな。落としてみたくなっちゃった。高いところのものは落としたくなっちゃうよね。普通こんな重いのは落とさないと思うんだけど。おー、転がってる。聞いてる？こっちも落としちゃおう。聞けよ。ごめんって、あと一個だけ。気が済みました。ところでさっきのやつどこかな？もう逃げたでしょ。お、ボタンがある。殴ってほしそう。殴っても意味ないぞ。正面の扉まで来ました。開いてるね。ボタン押したからじゃない？まあ、そうかも。王冠かぶってたし、さっきの人の後ろ？そうっぽいね。ぶっ倒すために持ってきます。まともに殴れる？ないよりマシだと思うよ。この先にいるかな？いたね。なんかほざいてるね。倒しちゃおう。一発で割れたんだけど。あんまり痛くなさそうだったね。お、ビール瓶発見。次はそれ？他に使えそうなのないもん。一生瓶だったらワンパンできそうなんだけどねー。これも一発だったね。じゃあ次アクシスタックル。意外と主人公って体幹強い？相手が弱いだけじゃない？こいつら階段登れなかったよね。そういえばそうだった。じゃあ、こうすればいいよね。王冠掴んで引きずり倒してボコボコにする作戦。マガジンで殴ってる？ちょっと重いからね。でもあんまり効いてない。首の骨折れないかな？折り方ってもんがあるんじゃない？上げ下げしてみる。頑丈だね。ダメだな。今度は高そうな壺に当ててみます。倒せたね。死んだふりかもしれないよ。徹底的にやらなきゃね。殴りたいだけでしょ。そうだよ。王冠つけてみよ。男って言いたいのかな？多分そいつじゃないでしょ。連帯責任ってやつだよ。疑わしきは罰する。こいつがトップとかやばそう。君、なんか顔ムカつくね。とんでもないパワハラ。いきなり世界観が変わったね。お城はやっぱりハリボテなのかな？久しぶりの何言ってるかわからないテレビだ。部下にプレゼントしてあげよう。ああ、うん。やると思った。さすがにバレたか。プレゼント残ってるね。使い回せば SDGs だよね。SDGs とは麻薬だぞ。飢餓が減るからセーフだよ。飢餓だけじゃないんだよな。お、何これ？物を浮かせる機械？ハンドスピナーでした。絶対違うと思うよ。クレーンを操作するための機械でした。悲しいなぁ。クレーンの位置は良さそうなので、あとは持ち上げるだけです。部下の扱い雑すぎない？ボタン押しがかりに任命したから、これも彼の仕事だよ。と言いつつハンドスピナーやってるじゃん。ボタン押しがかり兼ハンドスピナーがかり兼ファーストペンギンがかりだから、穴の中には先に行ってもらうよ。嫌なもん押し付けがかりでしょそれ。やっぱ部下は顎で使わないとね。最低だな。彼はどうなったかな？食べられてはないね。落下死してるけどな。私も穴に入ってみました。追加の部下じゃん。かわいそう。ついてくやつ間違えたな。私の言う通りにしろよ。いい働きです。今度の部下は実勢があるね。耳が避けたから当たったんだよな。やべえ、敵の数多すぎ。逃げます。みんな頑張ってね。無責任すぎる。邪魔邪魔。とりあえずにって書いてあるところまで行ってみる。なったいはしごがありました。登るの大変そう。上まで行ってから落ちちゃえ。ひどいなぁ。
途中になんかありました。アイテムありそうだね。ありそうだけど、落ちそうで怖いな。もたもたしないでよ。早くしろ。そんなにせかさないでよ。何ビビってんだ？猫だろ？飛べよ。黙れウサギ野郎。やべ。もうちょっとで登り直しだったのにな。危なかった。ひどいこと言うな。いいじゃん。なんかあるね。吸盤的なやつかな？これすげえ、登れるよ。ビル登るやつかな？途中で電池切れとかにならないかな？多分大丈夫だよ。なんとか登ってこれました。電池切れにならなくてよかったです。私的にはつまらんな。また登るところがあるんで登ってみます。長いね。何があるかな？でかいディスプレイがあるね。なんかやばそうな雰囲気。なんか映った。現実世界の主人公かな？ VR っぽいのやってるね。バリケードが突破されそうになってる。作りが甘いな。コンデンサー外についてんのか。そりゃどうでもいい。入られちゃったねー。ブッサイクなのかな？顔面モザイクされてる。そういうわけじゃないでしょ。お化け出た。なんで現実の方にこいつらがいるのかな？主人公なんかやらかした？思い当たる節しかねえ。そういえばそうか。主人公殺されちゃったか。精神だけこの中に残るのかな？ってことで、ボーンワークス実況はこれで終わりです。面白いゲームだったんで、買ってみてください。VR 必要だけどね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。